ご紹介した大谷から2軍で2本のホームランを放った木村を代打に送りました。うん、そうですね。ラストバッターの長江に代えてピッチャーだった木村が昨シーズンの終盤からバッターに変わりました。まあ、昨年のキャンプからですか、はい、秋のキャンプからですね、本格的に野手に転向して、はい、それでもうね2ヶ月足らずでシーズン入って、こうやって上に上がってくるわけですからね、はい、まあ類まれなそのバッティングセンスがあるんでしょうね。埼玉栄高校の出身、高校時代はホームランは通算33本打ちました。まあ、あとはね彼の場合は、まあ、その変化球打ちですね、あのまっすぐだけなら本当にあの根っこ強いですけどね、これはどうでしょうか、どうかな、伸びていく伸びていく、どうだ、フェンスに当たった、二塁を回ったところで止まりました。初打席で二塁打。埼玉栄高校時代は4番でピッチャーでした。1年間投げてピッチャーとしての結果は出ませんでした。バッターに転向しての初打席、ああやってですね、ストレート系のボールは強いですよね、はいはい、まあこうやってね初打席で簡単にヒット打ってしまうんですからね、まあ先々楽しみですね。まあピッチャーを諦めて、そしてバッターに転向して、昨年から本当に努力を重ねてきたことはもう間違いないと思うんですよね。そうですね、きっと辛い練習を続けてきたかと思います。初打席でレフトオーバーのツーベースヒットを打ちました。島村さん、はい、西武ベンチもね、もうすごい盛り上がりでね、で大きな歓声の後、はい、すぐボールボールと要求しましてね、なるほど、初ヒットのボールが今西武ベンチに戻ってきました。